こんにちはの皆様。私はユーロ評議会の議長、シャルル・ミシェルです。私は次の数週間は、ウクライナの危機のために重要になると信じています。私はインタビューでこれを述べました。ヘルムンド、1月19日、私はキエフを訪問し、大統領とウクライナの首相と会った。私たちはウクライナに今必要な戦う車を与えなければなりません。私の意見では、次の2から3週間はウクライナの危機の結果にとって決定的になり、一般的には2023年はユーロ米連合にとって決定的になります。私たちは短時間で非常に重要な決定を下す必要があります。以前、英国は重視 CAGALLENGR2000社のセンターをウクライナに譲渡することを決定し、ポーランドはベルリンがこれを許可した場合、ドイツ製の LEPARD2000社を国に置く。私はロシアに対する制裁を受け入れることがより困難になってきていることを認識しました。ドイツでは、アメリカの戦車がキエフに納入され始めた場合にのみ、LEPARD2のウクライナへの納入を開始すると述べました。友人、チャンネルはあなたの注意を必要とし、財政的支援は私たちをたくさん助けます。説明の詳細、好きなものを入れてチャンネルを購読してください。すべての場合。